毎度お気に、今回の動画は、9マスの工程エリアの使い方について話していきたいと思います。毎度お気に、T スタイル26テニスクラブの竹志コーチです。今回の動画は、9マスの工程エリアの使い方について話していきたいと思います。ですね、レッスンでよく、自分が使うのが、この9マスの工程エリアですね。よく Google マップというふうに説明しています。Google マップのアプリ開いたら、まず自分の、現在地が出てきて、どこに行きたいか皆さんも多分検索されると思うんですけども、テニスでは、自分の、場所と相手がいる立ち位置があって、どこにボールを打つかっていうのを、テニスはやり取りするゲームなんですけど、 Google マップだったら、どこに行きたいかっていうのを、検索皆さんされますよね。でその時に、例えば家からテニスコートに行くまでに徒歩で行くのか、車で行くのか、自転車で行くのかっていうのは皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、テニスだったら、フォアハンドで打つのか、バックハンドで打つのか、ボレーで打つのかとか、スピンなのかスライスなのか、そういうふうな、イメージで、僕は説明してます。で、テニスのゲームでは、相手とネットをこう挟んでボールを打ち合うですけど、そのコートの長さが、縦が 23.77m で、横の長さがダブルスだと、10.97m、シングルスだと、8.23m で、相手のコートに1回でもボールを、入れなきゃいけないので、そのポイントが動くときが今4つあって、まずは自分のミス、相手のミス、自分が決める、エースですね。で相手の決めるエースになって、戦い方としてはボールを入れて相手を動かすので、ある程度そのボールを打つときに、どこに打つかっていうのは、決めておいた方がいいんじゃないかということで、例えば、自分がデュースサイドコートの右側にいた場合、相手を外側に追い出したいときは、相手のコートをクロス斜め方向に、2番 CC の2に打ったり、逆に自分が、コートの外側に追い出されているときは、4番に打ったり、自分が前に、サービスラインよりも少し前に行って、ボレーで決めたいときは、1番で打ったりとか、こういうふうにコートを上から見て、可視化できるともっと皆さんがやりたい、プレーができると思いますので、ぜひこの9マスのコートエリアを、使ってみてください。ちょっと分かりにくいとか難しいなっていう方は、コーチに聞いてもらってもいいですし、T スタイル26テニスクラブの、ホームページ、オンラインサロンから、見てもらっても、勉強できると思いますので、ぜひ皆さん、これを活用してみてください。それではこんな感じ。最高。ありがとうございます。